はい、どうも皆さんこんばんは。今回ですね、カーパーキング昔のやつです。はい、懲りずに昔のやつやっております。とうとうですね、こちら、見てわかる通りの砂漠が、追加されましたということで、レプレイレベルスの方は、あ、これは数変わってないですかね。前回も51ぐらいやったような気するんですけど、これ変わってないかもしれないですね。でフリードライブは、はい、とうとうですね、スポーンする場所をですね選択できるようになりました。はい、よろしくお願いします。ハウスも一応ありますね。で、カープグレードの方は、このような感じでですね、まだバイナルはないということになっております。はい、そしてですね、チェンジドライバー、今回は、急に、そしてこちら見てください。この人はマジで見たことないですね。この人はマジで、お前じゃねえ、この人はもうこのバージョンだけの存在と言えるでしょう。そしてですね、この今回もうすごくおかしな点が一つありまして、これですね、もう買ってない車すべて乗ることができます。もうすべてね、これ買ってないんですよ。何も買ってないんですよ。せやけどもうほら、もうアゲラとかね、もうこれ全部これ乗れる状態となっております。まあホイールもですね、購入しないと、確定されないんですけども、こういうことになっております。ではですね、このバージョンで、追加された車、そしてなくなった車、見ていきたいと思います。はい、まずですね、こちらのプジョー308ですね、こちらが追加されております。はい、そしてこちらの Z4 ですね、 BMWZ4、これもですね、もう今にはない、こういうこうエンブレムがね、ついてますわ、エンブレムがね。はい。はい、そしてですね、こちらのハドソン・ホーネット。まあ、これはですね、カーズで、まあ、登場したということですけども、まあ、僕はですね、カーズ見たことないんですよね。はい、カーズ見たことないです。まあ、ね、これちょっとカーズ仕様作ってくださいとかいうリクエストもあるんですけども、まあそれもですね、いつかはやりたいとは思っております。はい、こちらですね、こちらは、CL63AMG ということでですね、まあこれも今はあると思うんですけども、こちらもこのタイミングで追加されております。これもですね、63ですね、63の AMG ですね。もうこのゲームにはもうね、もうベンツはもうまああると思うんですけども、基本的にはもう AMG なんですよ、ベンツは。ほんで BM は M なんですよね。うん、そういうことになっております。はい、そしてですね、こちらスカニアトレーラー、まあこれですね、普通にミッションでは運転できてたと思うんですけども、まあなぜかですね、このタイミングからこのフリーモードで運転ができるようになったということになっております。そしてですね、最後こちらガイルドスパイダーですね、ガイルドスパイダーもこのタイミングで追加されておりますね。はい、ということで今回追加された車が6種類で、消滅した車がですね、三菱エクリプス、そしてなぜかまあ今あるんですけども、日産インフィニティも、消えております。そしてダッチバイパーで、アウディ R8 でポルシェ997、この5種類がですね、消えたということで、まあ、5種類消えて6種類増えたということで、まあ、結果的にはですね、1種類、増えまして、前回のバージョン61種類から、こちら6代目ラインナップとして62種類となったということになっております。まあこうなるとですね、もうかなりこのマップどんな感じか、気になると思います。僕もですね、気になっております。このバージョンにしかない車っていうのが、ないので、
もうどの車で見ていくかっていうのはちょっとまあコメント欄にですね、書いていただきたいなと思うんですけども、その車を使ってですね、このマップ、もう全部のマップを見ていきたいと思います。はい、ということで今回の動画を終わりたいなと思います。どうもご視聴ありがとうございました。高評価、チャンネル登録よろしくお願いします。